音速ゲーマーズ、イエーイ前回ボスだらけでしたね。でしたね。お化け君とかゴーレムとかと戦いましたね、うん、面白いことにちょうど逆ですね。そう、私はそのヒーローモードのゴーレムが得意で僕ダークの方が得意でまあそんなところで、はい、まあ、今回もクリアまでヒーローモードやっていきます。行きましょう。メテオハード。あ、ここも大好き。このステージの BGM が最高すぎて。いいですね。どうしようかな。ヒント。ヒントだし。どうしようかな。いやでもちょっと探してみたい。うんうん、確かに。でなんか微妙だなってなったら。どこだろう。広いからな、ここ。ね、今のところどこもなってませんね。あ、いた。私はここ。お、こんなことある。またまあ見つけてしまった江戸さん。なんかあのすごい得してる気分。あれ、やっぱヒントいるのかな。お、来た、やっぱ人だ。あ、お、この辺じゃない。おお、ちょ、ここの、あ、あった。あと一つ。あと一つ。すごいラッキー。ここ、あ、あれ？あ、その小さい。違うんだ。この。違う。あれ？そっちが。あ、動いてる。動いてた。おはよーい。ヒントなしクリア。すごーい。ヒントなしクリア。多分人生でこれが一番早くできてる。すごい。いくら？なんかどうだ。どうなのかな。おびーだー。いいかー。いい感じだ。ルージュ戦。ルージュ戦。私はそういう久しぶりね。私のエメラルド。ちゃんと詰めてるね。足かぶせるな。無駄なようだな。かぶせてくるの受けるな。さあ、私のエメラルド返してもらうわよ。今日はあの収録始める前に、はい、コミュニティチームでちょっと話してたんですけど、はい、そしたらあの今日は僕初めて音速ゲーマーズやってる中で初めてあのソニックの服装をしてない。おお、そしたら本当だ、確かに言われてみれば色はルージュカラーですかって本当だ言われて確かに確かにそうですよ、きっと今日はルージュな気分だったのか。いた。勝った。私が負けた。よくわからないけど勝っちゃった。大好きなシーンです。このシーンやっぱいいな。もっと良くなるらしいんですけどね。え、なんで。わあ、ビッグが通りました。膝をビッグが。お前のエメラルド返してやる。何よ。おほほ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 ほ隠れて見てるの。見てるんだ。いや、わかるよ。ファンなんじゃない？この二人の。あり得る。尊いもん。尊いって見てるんだ。それが命の恩人に言うセリフか。あ、ほら。ずっと見てたい。なんか、なんか、あ、なになになに？お尻、お腹かいてた？お尻かいてた？どいつもこいつも、ほんとバッカみたい。すごい。なんだ、
二人だけの空間じゃなかったんだここ実は裏でミンク全部見てるテアラの真似して悪かったねそろそろ引き上げ時ねおいやいやいや嘘そこにも今の見てると最後ビッグ見てましたよねそうルージュビッグをよくって面白でクレイジーガジェットガジェット略してクレイジーガジクレイガジかわいいそう呼んでる人は多分いませんけどどうなんですかね僕はクレイガジと呼びますこのまとった、OK、フレイブリングあここ大好きここいいですよねここ大好きこれでいいんだっけこれでいや、いいと思いますこれいいですよね重力が ややこしいからなぁいや、ほんと天才だと思うすごいあ、シールドがとこの声優の作り面白い面白い昔すごい苦手でしたけどなんか一番うまくできるようになった時は一気落とさずにクリアできるようになってましたああここ緊張するんだよなここ乗れないともう向こうに吸い込まれていくあのスティック触りたくない感じもうあんまりダッシュしすぎると勢いよく落ちちゃうんですよねここ怖いな敵もいるやないかあれここだっけ大丈夫かなあよかった、うん、あれやってみましょうかなおもちゃを持ってよし僕を離してそれにしてもこの部屋なんかのゲームみたいちゃおうなんかのゲームみたいちゃおうあとゴリングあー惜しいナイスソニックは希望だけは絶対に捨てなさそうソニックという男はクレイジーガジェットからここまでどれぐらいかかるんだろうねビジネスライクに行こうではないかソニックまずは貴様が持っているカオスエメラルドを渡してもらおうこの小娘の命が欲しいならな奴に本物と偽って渡せばこっちの手間も省けるってもんだぜ全員に焼けすぎそこに貴様のエメラルドを置いて後ろに下がってもらおうドヤ顔じゃないよソニックついてきたじゃないかどうかなんかこういうシーンってよくあるんですけど部屋のど真ん中が一番危ないなって、うん、そんな偽物に騙されると思うてかそんなどうして偽物だって分かったんだたった今貴様が教えてくれたわあっちゃ今もろとも宇宙に放り出して爆破してくれるわあとは頼んだぜテイルスそれからエミー元気でな元気でなうわぁソニック・ザ・ヘッジホッグあぁソニック燃えているパワーも純度も本物にはかなわないけど同じ波長と特性を持ってる同じ波長と特性つまりできるか俺にさらばじゃん我が中世の大うわソニックダークと比べてちょっとやっぱ違うよ最後のエメラルドおとなしく渡すなら見逃してやらんでもないぞあのソニックがあのソニックが初めて僕に頼むって言ってくれたんだだから絶対
するもんか。かわいい。貴様一人で何ができるというのじゃ、この弱虫小ぎつねめ。リングないんだ。リングない。危ない。なんかあの近すぎない、近くで来るの。この弱虫こぎつねめ。あ、うまい。フォーミングよりもパチパチ打った方が意外といけちゃうんです。危ない。くるくるくる。おこじゃ。おー、うまい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 。うわー、36秒。このボスむずい。残り21分。なんだこの気配。ああ。おお。倒れてる。おい、おいソニック。やればできるもんだな。カオスコントロールか。できた。カオスコントロール。疲れてる。あ、大丈夫なのか。肩組んでる。かっこいい。すごい。テイルスたちが心配だ。ナコス、すまない、あいつらを頼む。こうなったら最後の賭けだ。発射直前、あの兵器の方向にこいつを放り込んでやる。タンクルズどこに向かってるのかな。やったー、ファイナルラッシュだ。一番好きなステージって言ってましたね。好きです。うまい。あ、わかる。そこでライトスピードがしたくなりますよね。今の倒せばよかった。えい。あ、そう、うざ。でも勇敢すぎてかっこいい。いやー、これ私いつも年末年始絶対いるんですけど、6回ぐらい落ちちゃうんですよね。決まんなかった。そんなものですよね。このステージ大体落ちないのも。うおー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。もう、今やっほー。ちょっと待って。あーあああああ、危ない。一回慎重に合わせて。じゃあ僕黙ります。ヤッホー、ヤッホーからの？からの？ここ行こう、もう、ちゃんと行こう。ちゃんと一個一個丁寧に。確かに。ここは飛ばしましょう。ここはある程度雑でもいけますからね。このシーン、あのずっとかっこいいなって。いや、ここ大好き。ちょっと右にね行くと、リングがあ、やばいかも、これ、これやばいかも、これやばいかも。あ、でもいける、いける、いける、私、よっしゃー。うわー。待って、やばい、やばい。このリング、あ、いや、レール変えるの何ボタンでしたっけ。横、その方向をしながらジャンプですけど、ジャンプですね、 A ですね。ジャンプか。頑張れ、危ない。すげえ。ドキドキするよ。
やめてください。よいしょ。オッケー。あと8リングです。ちなみに。お、やだ。いけました。ちょうど。怖い、慎重に。やだー、ぴったり。オッケー、オッケー。あ。あ、でもいい感じ。危ね。ドキドキ。これ乗れるかな？乗れなかった。これ難しいんですよね、乗るの。やばい、あの見ながら自分もやりたくなっちゃうな。いやー、ここはもう 何回やっても飽きないですから。多分これ収録じゃなかったら、あの交代交代でずっとこのせいに2人でやってると思います。本当に。ここのシーンいつも存在忘れるんです。確かにあったな。あの2人のバトルモードだったことないんですよ。ないんですよね。そおえー、あ、あ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。やだ。Not my day. いや、終わってしまったファイナルラッシュが。やばい、本当ラッシュですよね。何回もやりたい。驚いた。お、てっきりあの爆発で宇宙の塵にでもなったと。へっ、あいにくしぶといのが取り柄だね。お前のおかげで助かったぜ。それはカオスエメラルド。まさかそんなペイを使ってカオスコントロール。どうやら似ている姿。走り出した。カオスの、あ、カオスです。シャドウのフェイクの発音が好き。フェイク。はい、あのなんかこの戦いもそうだし、最初のボス戦フェイクは君の方じゃないか。フェイクの言い方かっこいいな。フェイクにこだわりがあるのか。なんかカタカナが似合うかも、シャドウ。メイドの土産だ。ここで私メイドの土産って言葉を覚えましたもん、小学生の時。そういうところありますね。小学生でこういう単語を覚えるのが大体ゲーム、漫画、アニメ。いや本当にメイドってメイドさんのことかと思って最初何言ってんだろうって。究極の力で。さあ、そろそろ終わりにしてもらうか。これ、究極の力だ。お、ナイス。なるほど。結構痛い。いやいやいや、やめて。究極の力だ。これ究極の力だ。床がちょっと早くなったね。え、結構押し込む。違うのか。これ生きる時と生きない時の差何なんだろう。ねえ、なんか、なんか距離ですかね。このバトルの必勝テクって何ですかね。教えて、賢い人。なんかでも当時なんかめっちゃ一瞬で勝ててた気もするんだよ。届けこのサイクル僕すごい好きですけど。届け届け。タイミングかな。あ、当たった。え、ゴリ押し？ゴリ押し行けましたね。ゴリ押しな。答えは。ゴリ押し。あ、勝った。ゴリ押しだった。ゴリ押しでよかったんだ。いや。そうだったんだ。答えは A 連打でした。
あ、ソニック、僕やったよ。あ、二人とも悲しみに暮れている。思ってることじゃないよ。あ、よくやったな、タイルス。ソニック、見ろよ、そば。お、不発。お花が丸焦げ。中のどこから見てるのかな。うわあ。いい笑顔や。いいね。終わった。終わった。でもいかにもここで終わらないんですって。いや、そう。そうですよ。そうですよ。全然終わんないですよ。全然これからは、まあ、今回は音速ゲームはその中でやったんですけど、どうですか。いや、私もうやっぱりヒーローモードからやるのが当たり前だったので、うんうん、この順番でやるのがすっごいなんか新鮮でなんか新たな、なんかこうソニックアドベンチャー2を見れたなっていう感じがありましたね。ちょっと違う角度から見てみたら、違う、なんか ダークな気持ちから始まるっていうここで終わらないんですからね、話が。そうです。次回は、はい、ラストシナリオ。やった、次回できるんだ。よかった、やったやった。じゃあね、またね。